米大リーブパドレス、ドジャース、11日米カリフォルニア州サンディエゴペトコパーク、ドジャース大谷翔平投手、29、が11日、日本時間12日、敵地パドレス戦に、2番 DH で先発出場。9回2試の第5打席には立たず、代打のイ・ヘルナンデスが送られた。今季三度目の途中交代となった、パドレス先発はナックルボーラーの右腕、オルドロン。 初回1市の第1打席はナックルなどで追い込まれ、5球目の927マイル、約149キロ、直球で左翼だった。3回2市2塁の第2打席は外角80、8マイル、約130キロ、ノーナックルに手を出したが、フェンスオーバーまでもう一伸び足りず、またも左翼。それでも6回1市の第3打席は4球を選び、2試合連続出塁とした。 7球のうち4球がナックルだったが、不規則な変化を見せる球をしっかり見極めた。5点リードの7回1・1・2塁の第4打席は4番手右腕、ブリトーの前に投ゴロ。この時点で打率3割5分2厘まで下がり、3割5分3厘のクアン、ガーディアンズに両リーグトップの座を明け渡した。この日は3打数無安打1四球だった。この日の練習前にはパドレス・ダルビッシュ有投手。 37と5分以上談笑する姿があった。12日、同13日の今カード第3戦では今季3度目の直接対決を迎える。